森島。いやー落ち着いてる。素晴らしい。高い位置取ってショートカウンター。いやー、ナイス対応。これ1対1も強いんですよね、3バック。実際僕が伝授する側でしたけど、僕は伝授されたなっていう感じだったんで。皆さん明けましておめでとうございます。今年も森崎浩二をよろしくお願いいたします。今日はですね、EJ リーグにサンフレッチェ広島代表として出場していただくカールさんにですね、サンフレッチェのサッカーを少しこう伝授したいなというふうに思います。カールさん、こんにちは。こんにちは、はじめまして、カールと申します。今日はよろしくお願いします。カール様、FIFA はかなりこうやり込んでいらっしゃるんですか。そうですね、一応第1回目の EJ リーグで優勝させていただきました。その時はどのチーム使ったんですか。いや、すいません、浦和レッズでした。あ、浦和レッズか。うわー、ちょっとサンフレッチェにとっては天敵な。でも今は広島の、人間なんで、大丈夫です。ずっとサンフレッチェに、在籍してるんで、ちょっと攻守におけるポイントをね、伝えたいなと思いますけど、攻撃に関してですけど、基本的にはこうポゼッションサッカーをスタイルとして、サンフレッチェは置いてますし、で守備は基本的にはこう前線からプレッシングを積極かけていくっていうところで、奪って、その攻撃のショートカウンターっていうところにつなげていくのと、あとはもう最後の砦の最終ラインの3バックがかなり強さ発揮できるんで、サイド割られたとしても、もう中でクロス対応はしっかりできると思いますんで、そういうことをちょっと伝えながら、サンフレらしいサッカーでね、ちょっと望んでいただければなというふうに思ってます。早速ちょっとカールさんのサンフレッチェを使ったちょっと EJ の方をちょっと見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。前線って2トップで行かれます？一応その予定です。なるほど。強烈なブラジル人を生かすっていう。分かりました。全然このメンバーいいと思います。ありがとうございます。じゃあこれ早速始めてもらいましょうか。いやそこ強いんだね、中は。あ、でもいい感じですね。前からね、こうプレッシャーかけに行くっていうところも、基本的には前から行っちゃうとちょっとね、リスクはあるけどね。あ、ナイスよ。ね。いやー、いい。いやー、素晴らしい。高い位置取ってショートカウンター。まさに攻撃のポイントが出ましたね。やっぱ高い位置で奪ったら、かなりチャンスなんで、このゲームは。そうですね。本番でも積極的に狙っていきたいです。あ、やばい。カウント受けてる。でも、ここ、大丈夫よ。落ち着いて、対応すれば。いや、ナイス対応。これ、1対1も強いんですよね、3バック。広島の3バック、みんな強いので。いや、でも、パスの、その、パススピードもいいね。速い、めちゃくちゃ速い。いやー、ここ、これ2トップやっぱり、あ、ナイスゴール。これ大きいですね、この2トップっていう2枚がね。やっぱポゼッションでもこの2枚が生きるし、で奪われてからのね、その後のプレッシャーも2トップからまずかけて。いやー、ナイス。いやー、飛び出してくるんだよね、森島。いやー落ち着いてる。いや枚数も結構かけやすそうですね。3バックだと枚数かけやすいかなと思います。あ、後半に向けたアドバイスお願いします。いや、でももうそんな僕言うことないですよ。パスのテンポもすごくいいですし、何より最後まで崩しきろうとするちょっと美学を感じますね。いやー、ゴールキーも簡単に蹴らないっていうね。しっかりポゼッションスタイルを貫いてますね。2人の関係性いいよね、やっぱ。
いやー、森下出てきた。いやー、いいとこ。ショートカウンターできました。いや、ショートカウンターですね。あと結構やっぱダイレクト入るとね、やっぱいい崩しできますね。リズムが出ますし、結構相手も守りにくいかと思います。タイツ強いな。ああいう守備がね、やっぱり大事よね。いや、コンビネーションめっちゃいいね。やばいよね。いや、やばい。いいよ、ね、いいとこ。うわ、やば。やばい、今のめっちゃうまい。いや、もう本当中央からとサイドからと、まあ、実際のそのパスサッカーっていうかね、サンフレッチェのスタイルに本当マッチしてるなっていう感じでしたんで。はい。いや、守備も本当あの切り替えがねめちゃくちゃ早かったんで、かなり高い位置でねボールが奪えて、そのまま攻撃にねつなげるっていうシーンも多かったんで、実際僕が伝授する側でしたけど、僕は伝授されたなっていう感じだったんで。今日一日でかなり広島っぽさが分かってきたので、はい、本番でもちょっと広島っぽいサッカーで頑張りたいと思います。はい。最後にあのカルさんの方から、あのサンフレッチェのファミリーの皆さんに一言お願いします。今日森崎選手に教わった広島らしいサッカーで優勝を目指して頑張りたいと思いますので、サンフレッチェ広島のサポーターの皆さん、応援どうかよろしくお願いします。ぜひね、あの優勝を勝ち取れるように頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。